頭が一体どうなってるの。現実が壊れてきてる。私が時空を歪めてる。一つの出来事さえ変えればサンフランシスコに行かずに済む。簡単だよ。コンテストよりクロエの方が大事。嘘でしょ。そんな、またここなの？全部直したはずなのに。今何と言った？なんで？ジェファソンは刑務所にいるはず。まったく。授業中もよく上の空だったが、相変わらずだな。自撮りをするには今が絶好のチャンスかもしれないぞ。かつての自分から新たな自分へと生まれ変わる瞬間の記録さ。だがまずは質問に答えてもらおう。あんたなんか死ねばいい。なかなかいい答えだ。おや？鼻血が出ているね。薬の量が多すぎたかな。これは申し訳ない。だがどうせ死ぬんだ。鼻血ぐらいでいちいち騒ぐ必要もないだろう。ああ、ビクトリアなら旅立ったよ。まさか。何を驚くことがある？至極当然の結果じゃないか。そんな。おいおい、なんだその顔は。その瞳孔、まるでシャッターのようだ。その瞳に僕の姿を焼き付けているんだね。しかしあの写真を破り捨てるとは、あれほどの傑作ならコンテストで優勝できたのに。それと所持品は焼かせてもらったよ。ついやりすぎてしまった。日記を燃やすなんて。だからここに戻ってきたんだ。ここ数日の間に君は内気な少女からヒーローへと変貌した。一体何が君をそうさせたのか。おっと、外はすごいことになってるぞ。本当、おかしな出来事ばかりだ。恐怖を感じているね。最後のセッションを君と共にできてとても光栄だ。今回のテーマが見る者に伝わることを祈るよ。そう、若さの喪失が。君に授業をするのもこれが最後になるんだね。もう鼻血を出すこともない。安心しなさい。お願いです。やめて、やめてください。じゃないと大変なことに。もういい、何も言わないで。お願いです、やめて。大丈夫、痛みすら感じないよ。何？
ろ。そんな、デイビッド。もう鼻血を出すこともない。安心しなさい。待って、聞いて。最後に一つだけお願いしてもいいですか。いい表情だ。そんな顔で頼まれたら嫌とは言えないよ。最後にもう一枚撮ってください。最高の被写体になりたいんです。驚きだな。ようやく僕を理解してくれたようだね。大丈夫。痛みすら感じないよ。何？デイビッド、危ない！何？なぜわかった？そのカメラを撮って。銃がなければ、お前など。レファソン、諦めろ。僕の邪魔をするんじゃない。僕の邪魔をするんじゃない。マックス、なんてことだ。怪我はしてないか？動けるか？はい、ありがとうございます。助かった。礼はいい。ここが分かったのもお前のおかげだ。まずはこいつを拘束しないとな。こいつだけは逃がすわけにいかん。刑務所にぶち込んでやる。よくて終身刑だろう。ジェファソン先生、今度はあなたが捕らわれる番です。クロエ、全部燃やされてる。私の写真まで。そうだ、ウォーレンが撮った写真を使えばいいんだ。ダメ、圏外だ。ジェファソン先生、悪いけどこの車もらいます。プレスコット家が噛んでるな。イカれた趣味にこれだけの機材を揃えて。見るだけで吐き気がする。まだ縛られた感触が嫌だ。思い出すのやめよう。くそ、何なんだこの部屋。うわ、全部燃やしてやりたい。こんなの見たくないよ。ダメだ、全部焼かれてる。頼みの綱はウォーレンが撮った写真だけか。ビクトリアのブレスレット、これでネイさんに罪を着せるつもりだったんだ。最低。このダクトテープ、学校の経費で買ってたら許さない。銃はもうゴリゴリ。きっと刑務所ではこんな音楽流れないだろうね。いい気味。周りが作品を見る目も変わるだろうね。こんな工作までして姉さんを。ここまで異常だったとは。プレスコットのお金でセキュリティをさらに頑丈にしようとしてたんだ。
モデルになりたい女性は多かったはず。でもジェファソンにとってモデルはなりたくてなるものじゃなかった。ジェファソン、ギャラリーなんか二度と行けないよ。まさか、これは…フランクは悪人じゃない。でも薬を提供した事実は変わらないよ。クロエ、必ず助けるから。もう死なせない。こんなところにクロエのものを置いていけない。もっと早く助けてやりたかった。デイビッドは任務遂行中。次は証拠探しかな。ブレスコット今はただの哀れな人。あの、大丈夫ですか？ああ、だがこの部屋は異常だ。ジェファソンは私を殺すつもりで、ビクトリアはもう。そんな、まさか。しかしこの野郎、怪しいとは思っていたが。私は全然気づかなかった。教師を疑う生徒はいない。ジェファソンは先生なんかじゃない。結局授業も計画の一部だった。ケイトの件でジェファソンを校長に報告したとき気づくべきだったのかもしれない。それに俺はケイトを傷つけてしまった。あの子は俺と違ってまっすぐないい子だ。本人に直接謝りたい。ケイトは確かに悩んでた。でも追い詰めたのはネイさんとジェファソンです。ネイさんが危険なのは分かっていた。俺がもっと早く行動していれば。ネイさんとジェファソンは親子みたいな関係だったんです。でもネイさんがレイチェルを殺しちゃって、ジェファソンはネイさんに全ての罪を着せようとした。黒幕はすぐ近くにいたのに。俺が気づいたさえいればジェファソンとネイさんの凶行を止められたはずだ。姉さんが銃を持ってたって校長先生に伝えたけど信じてもらえなかった。諦めずにもっと食い下がればよかった。過去を悔やんでいるのはお前だけじゃない。だがまさかお前とクロエだけでここまでやるとは俺にはできなかった。二人でよく頑張ったな。二人で協力してきたから。俺とは大違いだ。もともと人と協力するのが苦手でな。軍でもそれが問題になった。それはきっと辛いことがたくさんあったから。自分の振る舞いについて言い訳をするつもりはない。ベストを尽くしたつもりだったが力不足だった。良い父親になろうとも努力した。だがクロエには認めてもらえない。クロエは頑固だから、あなたと似て。だとしたら嬉しいことだ。あなたの味方をしてよかった。また言い訳のように聞こえるかもしれんが、戦場を経験した人間にとってその後の人生は苦しいものだ。誰も理解してくれなかったが、ジョイスだけが俺を救ってくれた。希望をくれたんだ。そして私はあなたに救われた。クロエもきっと喜んでくれるはず。俺はクロエに無事でいてほしいだけだ。それとジョイスにはカウンセリングを受けると約束した。まずはクロエに謝るよ。パパとは呼んでくれなくてもせめてクソ親父はやめてもらえるように。でクロエはどこだ？クロエは死んじゃった。まさかそんなバカな。クロエが死んだ？マックス、本当なのか？勘違いじゃ。昨日の夜、廃品置き場で私の目の前でジェファソンに
殺されたの。昨日の夜、あと少し早く気づいていれば、必ず守ると約束したのに。ああ、ジョイス、俺を許してくれ。クロエに伝えたかったことも、まだ、くそ！貴様があの子を殺したのか！俺の大切な娘を！待って、ダメ！マックス、すまない。お前には見せたくなかったが。ああ、俺はなんてことを。何もかも無駄だった。クロエ、ジョイス。すまない。俺は何もできなかった。そんなことありません。そんなこと。マックス、外へ出ていなさい。もうこんなところにいちゃいけない。デイビッド、助けてくれてありがとう。待ってて、デイビッド。全てを直してみせるから。死んだなんて信じられない。